はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die。というわけで、前回の動画でも言ったように、2500人本当にありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうね、いろいろな思い出あるんですよ、実は。あるんですけど、本当にもうありがとうございますと。OK でした。というわけで、ライブ緊急週末企画、週末緊急、わー、これいいね。じゃないね。緊急、ライブ週末緊急企画、違う。もう忘れた。緊急企画、週末緊急企画、それだ。という動画で、ライブの告知やってたりもします。多分、いいねがあといくつかついたら、やっちゃいます、私。あの感じだとついてくれそうなんでやっちゃいます。皆さんが望んでいるなら私は7 days で死にはしないけど楽しいことやります。どうなるかな。そのまま冬要塞になるのか、どんでん返しが来るのか楽しみだね。よし。で、今とりあえず街を回ってるんですけど、なんていうの、今トレーダーさん探してるんですよ、実は。トレーダーさんがいないのよね。なのでもう本当に放浪生活してるだけっていう。トレーダーさんがいればって言ってればいいんだけど。これはここいる？ここなかったっけ？とりあえずさ、燃料だけでも漁るか。爆破される前に。確かこの裏にもあったよね。ないか。ははだよ。は。ここにトレーダー住んでるわけじゃないんだよ。やばいな。マップの外側に行けば行くほど、無敵のやつ増えてきてる気がする。ね。ちょくちょく無敵な土地に当たるのに、こっちもかい。ここトレーダー住んでんのかっていうぐらいに。ダメだこりゃ。叩けないっす、この家。ごめん、ぶつかった。トレーダー住んでないけど叩けないっす。マジか。あん中にワークベンチあったら俺マジへこむやつだわ。よし。で、とりあえずこの警察署なるもの行くか。ここでじゃじゃっとね、銃のパー、これいい。銃のパーツを集めて合体しようと言おうとしたんですよ、私は。ああ、開ける、よかった。開けないかなーって今一瞬思った。でもスクラップでいいよね。広げて叩いて、あ、違う、バカマジか。危ねえ、出血してるから。ちょっと待って、もう痛いよ。ゾンビさん痛いよ。ピッケルってこっちの中にあった。俺ピッケルって家にもなかったっけ。まあいっか。とりあえずアックス、ちょっと石油ボックス作ろう。この中いろいろ拾ってくる可能性があるから、これで適当にもうパッって詰めて、これは持っとくだろう。なんで詰めて、まあ、これぐらいで多分止まるよね。これは漁るけど、中身は今取らずに行く。いらない。あれ、こっちじゃないな。隣だったな、入るべき場所。で、まず入りました、俺。ここに興味はないからスルーして。ここ。ここに行きたい。ここに本がある。本取る、本取る。本取って、ここに、うわこれでもさ、なんだっけ、トレーダーさん1500ドルぐらいで売ってたよね。どうっていうのか知らないけど。クラッシュできない。で、前も同じことやったか、俺。前も同じことやったね。スクラップできねえとか言って。うわ、また弾いっぱい出てきたよ。いらねえんだって。あ、ピッケル置いてきた。あ、ハンマーがある。まあ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 。十分いいでしょ、この速度。いけ。いけ。あらよっと。あどっこいしょ。ダメだ。あ、いらねえ。楽しみすぎだろ、俺。食べる食べる。ダメだ。こんな金庫を開けるの楽しんでる人いないわ、絶対。あ、いいね。よいしょよいしょ。なんもいいのねえな。インベントリー開けてきたのにさ、ちょっと期待外れじゃないのこれ。5回飛んだら全然余裕。一応しゃがんでるからね。いらないじゃん全部。あーね、弾ね。スクラップだよ。スクラップだよ。一発殴ったらどうなる？おおおおおお、危ねえ。65って危ねえ。マジ焦るわ今のは。でもいいねいいね。一発であんなに壊れるっていいね。ドッキドキやの、ドッキドキ。ブックストアがあって、あっちにガンショップがあるから、ガンショップ行きましょう。ちょっと待って、あそこの裏あれがあるから、多分俺の予想が正しければ。ほら来た。あ、これもついでに拾って、ゾンビさんはいてるから。多いんだよな、ほんとに。いや、痛い。危ないから、あんたいきなり殴りかかるってどういうこと？俺だな。ゾンビからしたら俺だよな、殴りかかってんの。あ、ちょっとあんたいい場所倒れたね。俺のバイクを襲えて殴らないと思った？そんなことないから。囚われのゾンビがいるわ。飾られてるわこのゾンビ。ショーウィンドウの中にいる。かわいそう、かわいそうなゾンビさん。あ、これいいじゃん。どうしよう、絶対入る？パンまで入るか。うわっ、うい、素晴らしい。いいね。この壊れっぷり最高じゃない？でもインベントリーが空いてないわ。セキュアチェスト、これこそセキュアチェストだわ。何時？ちょ、近い。危ない。俺じゃない。よいしょ。これレシピか。いいよ。ショットガンはね、どうしようかな。あ、そういえばね、警察官倒すのあれの方がいいですよっていうコメントあったな。OK。でも俺 AK 持ったら弾がいくらあっても足りねえんだよな。ショットガン強いの作れそうだな。いやー、ショットガンって、はあ、またかよ。一回きりのネタでええやん。壊れないボックスですよこれ。ちかよ。こっちももしかして。こっち壊れるよ。やったー。セーフセーフ。セーフセーフ。いやー。史上最強の箱っていうね、あれ。どう頑張っても漁れない箱ですよ、あれは。ショットガンか、どうしよう。確かに。焦れば1本になるんだよな。ハンドガン出てきちゃったよ。1800か。こんなんよりハンドガンよりも、あ、ごめん、ぶつかった。ハンドガンよりも、ショットガンの方が欲しいっちゃ欲しいよな。なんでスナイパーのパーサー出てこんのかな。それが謎だわ。ショットガンいいの作れるかな。1スロットだったらやってもいいか。ちょっとね。こっちはいいじゃん、いいじゃん。薬、あ、ない。こっち水をもらおう。よいしょ、これぐらい。インプティだって。ショーウィンドウにはまってる飾られたゾンビさん。殴ることもできない。お友達になる怖いな、顔怖いな。裏から見てみようか。ゾンビさん、囚われのゾンビうわー、助けてくれ言うてる。助けてくれって。あいつ助けたら俺のこと殴ってくるから絶対。やだやだ。つかショットガンのパーツ思ったよりしょぼいな。俺もう一個なんかどっかに置かんかった。突っ込んだのか、むしろこっちに。こっち。ほら。じゃあこれしまって、これ取って。グリップ取って、これ取って、これスクラップして。ショットガンバレル？もしかしてバレだったら作れんじゃね？ここ置けたりしない？置けないんだ、ここ。置けない。あ、置けた。いいじゃん。あれ？ちょっと待って。全然合体できるやつねえじゃん。マジか。まあいいや、アセンブリしてみよう。何？スワードオフだと思う、確か。ほら。あ、完成しちゃった。完成しちゃった。ちょっと俺、殴るの怖い。ああ！うほう。ハンマーってさ、俺さ、思うんですけど、クリティカルあるよね、多分。クリティカルありますよね。時々ダメージの入り方が異様におかしい時があるんですよ。あ、待って、弾とかいらんから、こんな。もう一個、なんか。とりあえずゾンビ。バイク。どうしようかな。ショットガンかな。ほんとインベントリーが増えてくる。あれ。重なるのね。卵あんじゃん。卵あるじゃん。よいしょ。卵。そしてどこに行こっかな。行くところないな。そろそろトレーダーさん出てきてもいいのよ。あ、アークショップいいね。ツールショップいいよ。ツールショップの正面にはまた池みたい。池じゃない、なんだっけこれ、軍事施設がある。軍事施設じゃない、なんだっけこれ、シェルター。ず行っていく。ワークベンチ持ってこう、どうせだし。ワークベンチと、スタックが増えそうなやつ持ってこうか。ライトはさすがに出ないだろう。ガラス瓶はどっちでもいいやもん。ああ。紙が250って。紙250ってきついな。捨てるかも。もったいないとか言われそうだけども、そういうの仕方ないわ。アックス持ってないのがもう失敗だな。どうしよう。どっかにアックス捨ててきた。嘘だろ？でもないよね。身に覚えがあるところは、ちょっと待って、アックス重要だから。いや、待て。いや、待て待て待て。俺はアックスを拾える可能性があることを忘れてた。俺今、あのスキルマックスだから。なんていうの？アサリスキル。アサリスキルマックスだから。それを活かせば、600のアックスが出てきてもおかしくないはずだから。ゾンビが向こう側開けてくれてるので、その間にこっち漁っとこう。600のアックス出てきてもいいんだよ。全然いいんだよ。600のアックス、お願い。マジお願い。お願いします。ちょっとこういうの出る？こういうのほんと困るんだわ。どうしていいかわからないんだわ。とりあえずワークベンチ用意して、ああこれちょっとどうしよう。これもいらなくね？いいよね。これちょっと飲みながら歩いて、ああこれかな。これ多分燃料も取れるんだよな。これ使うか、もうめんどくさいし。ゾンビ走り出すし。これいらんやん。ほら燃料が。ちょっと危険。なんでお前ら。あ、ゾンビさん殴る感覚早くなってない？燃料落ちてるでしょ。ピンか。しかも焦ったからインベントリーがしかもあんまり増えないっていうね。マジかよ。よし行こう。でやーべ、これヴァンパイアじゃん。これでやったらどうなる？いける。ヴァンパイアじゃん俺これ。でも血飲みまくったらやばいわ。やばいね。お、あいつ破ってくれたんだ、ありがてえ。どうよ、レンチがマックス来たね。マックスレンチ来たね。スクラップハンマーがやべえな。これ以上強いハンマーが出来上がったら俺あれですよ、多分一発でぶっ壊すよね、あのワークベンチとか。それはまずいな。でも白ゾンビに対してはめちゃくちゃ有効だからやるけどさ。きたーアックス。俺が望んでたのはこれだよ。さすが空気読んでるじゃん。レンチいらない。なぜならこれとこれ合体したらマックスなるから。チューチューしながら19分か。とりあえずハンマーを最強にしましょう。あ、ハンマー最強なんねえし。で、レンチがマックスですよ。で、さらにハンマー。いや、ショベルいらないやん。とりあえずやるだけやる。完全無駄だと思うけど。あ、作れないんだ、マックスのやつから。へえ、面白い。面白い。スクラップ。これ以上できませんよって言ってくれるんだね。ありがたいね。で、とりあえずアクスで分解しよう。ハンマー危険だもんね。で、このアクスを、ファイアアクスを探しに行かないといけないっす。やばい、いくつだっけ？いくつ作られたかは。オッケー、600レンチ強えじゃん。出だ。とりあえず今回ここで終わりにしましょう。で、次回は、アクスを探しに行きつつ、どっかどうにかしよう。また旅に出るかもしれない。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回はまたそうします。そうしますってどうしよう。で、よろしかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。あとね、動画の下の説明欄にプレイリストありますので、よろしかったら使ってください。連続再生できて便利です。というわけでご視聴ありがとうございました。せしかでした。